コマースコートウエスト CBC はカナダのトロイントに本社を置く銀行である。カナダ5大銀行の一つで国内の銀行業界では5位の規模を持つ。1990年代後半までは業界2位の規模であったがアメリカでの事業で損失を出し順位を下げた。業務は国際的に展開しておりアメリカやカリブ海諸国、アジア、イギリスなどにも進出している。 一般には、ほとんどの場合、CBC の略称で呼ばれる。また、日本語の正式名称はカナダ帝国商業銀行、またはカナディアン・インペリアル商業銀行などと呼ばれる。1867年、トロントにカナダ商業銀行が設立され、その数年後、1875年にカナダ帝国銀行が同じくトロントで設立された。 1961年に2つの銀行が合併し、現在のカナダ帝国商業銀行が誕生。翌年の1962年、新しい金融センターとして、モントリオールに超高層ビルの CBC ビルディングの建設を始められた。1969年、カナダの銀行としては初めて ATM を導入した。ありがとうございます。